んです今あ始まりました。あ、始まったの？これ元気ですよね。これあ、はい、すいません、ありがとうございます。お礼水はどこあります？お礼水どこありましたよ。こんなとこお礼水前のニュースの質。こんばんは、こんばんは。お礼水だ、お礼水。画面に誰もいないですね。はい、でっちょです。こんばんは、ちょ今日も慌ただしくなっちゃいました。このところ皆さんをお待たせはしてしまうんですが、お店としてはありがたいね。ですね。はいはいはい、お借りします。すいません、画面がフラッシュしております。ビカビカみたいな、こんな、あ、もうちょっと後ろ、これ、この人が、ね、ちょはい、あれだ、はい、はい、よっしゃ、あ、そうだ、うん、あ、そうか、そうか、はい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 、さっきから、はい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 、なんかそういうのありましたね、はいって、なんか変なマジック、お笑いマジック、はい、マギーシン、そうそう、そんな感じだよ。お、今日は2人グレー、グレーな感じで、おお、ほんと気がつけばグレー、うん、はい、やっていきたいと思います。はい、それでは皆様こんばんは。はい、こんばんは。シマーク自由が丘店のミニインスタライブ、本日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日は鬱陶しいパッション帰ってきましたね、自由が丘に。さて、おとなしく進行ヘルプです。はい今回は、うん、新作の春物コーディネート&冬セールということで、はい、もっぱら冬セールがメインにならないでしょうか、ね、大丈夫でしょうかね。そんな感じですね。はい、はい、良いのよね、2人わかんないけど、うん、なんかおしゃれっぽいやん。あら、あら、はい、うん、プッツンと帽子ね。プッツン伸びたんだよ、うん、ええ感じです。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあこれからですか。これいいのかな。はい、はい、まだ運んでない。あれ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 、早速ですか。早速ですね。それ新子着るかと思ったら横取りですか。横取りですね。なんか今試着室からチラリと覗かれたけど、うん、あら、あらららら、ら、あら、今日のライブのためにティーラベントの宮本さんが最後、そう、もうご利用しでしたね。最後の一枚いかがでしょうか。島木さんではこれやっていただいてないからおすすめですって。ですね、もう、はい、まあ、用意されちゃったら、うん、しちゃいます、ね、パクッとですね。あら、あ、いい、いい、いいんですよ、なんか、うん、いいんですよ。でも冬セールですね、これね。冬セールの枠ですね、うん、まあ、だんだん春っぽくしていこう。これは、うん、でもありがたがっちゃん、うん、皆さん、本邦初公開、本邦初公開、うん、
まあ今日来たって、うん、そうさっき来た、そうついさっき5時半ぐらいに来ましたはい、はい、こちらティーラベントのワンピースですね、はい、このなんかデッキね、面白いニットね、ね、あの、うん、ニットのニットっていうか、はい、なんていうの生地の上に、そうそうそう、あのボアの柄が、うん、プリントじゃないんですよ、ね、これ、うん、ちょっと立体感のある、うん、ニットっていうかカットソーなのかな、でも一応編んでる、うん、ね、ニットですね、編み物、ちゃんと編み物、はいはい、すごい。でこのボアの感じが立体になってるんですよ、はい、こういう感じで、ね、すごいね、これがなんか可愛い、浮き上がってますね、浮き上がってるです、5ミリほど全部立体で浮き上がってます、そうそう、全部浮き上がってるんですね、これが、はい、あちゃ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 、なんだか可愛いみたいな、おしゃれじゃない、値段がちらっと見えるよね、でお袖の感じと首のところは、うんうん、あのもうカットソーのリブになってますね、うん、あれあれ、いいタイミングで持ってきていただいたねえ、うん、で背中はすっきり、うん、チャコールグレー、うん、首元ね、この感じあるんですね、あれあれあ背中オガミタックでもう意味もなくあれあれやっていいタイミングで持ってきてもらったなと思って今いいですよ、うん、今週末ちょっとあお出かけに何か着るもんがないなと思ってたんだけどそんなあなたにおすすめしたいですね、はい、これだけ小紙かける分量とってるので、うん、もうスーパーフリーサイズですね、うん、そうです ね、 ねこれだけ、うん、はい、かなり良かったよ、ね、っていうかおしゃれよ、もう明日来てほしい、いやいやもう本当本当本当、あちゃちゃ、しかも走れるぐらい気楽に来ていただけるですね、ほ、うんと気楽、うん、でちゃんとポケットもついてます、はいはい、ポイント高いですね、うん、でさすがティーラベント、まあしっかりしてます ね、 ですね、ちゃんと、はい、なんかこの首元が立ち上がってるんですけど、うん、全然締め付け感のない自然な立ち上がりで、またこれが綺麗なんですよね、うんうんうん、うーん、今更ながらなんでオーダーしてなかったんだろうと思いつつ、ありましたっけね、やってたんだねありましたっけみたいな、そんな感じだ、なんか展示会の時は別に目に入ってなかったんですけど、そうそうそう、今いい今いい今いい、とても良い、うん、秋冬用にしまっとくんでも、これから2月3月中旬まで、うん、5回は切れますね、切れますね、うん、もう本当分厚い感じじゃなくて、うん、本当そういいんですよ、気楽に今着ていただくのにちょうどいい感じ、そ う、はい、そうですね、で、はい、なんかもういやらしいくらいのあれですけど色を合わせちゃった、あらら、あ、いいじゃないこの、うん、いやらしいわ、デニム使いのね、ボアの、うん、あ、素敵、これが完璧に、うん、なんか合っちゃったので、うん、なんかいい感じね、なんかもうこれでさらっとさらっと、うん、でもう本当普段の感じに使っていただきたいなっていうイメージなので、うんうん、でもおしゃれだよね、いいですよね、おしゃれ、うんうん、ありゃりゃ、ね、ただやっぱりまあ時期なので、うん、もうタイツとかは今回は履かせないで、うんうん、でもロングブーツの感じで、うんうん、まだ寒いからね、今日まだ寒いですけどね、全然寒いですからねタイツとか入ってください風邪ひきますってライブ上ね、見た目としてタイツがあるとちょっと冬っぽくなるかなと思ったので、うんうん、あれですけど、はい、全然履いていただいて、肝心のお値段はこれは春じゃないよ ね、 ね、春夏じゃないよね、春夏じゃないので冬セールよね、セールのお値段になってますね、いやいや、うん、あ、気まま猫さん先日は、ね、先日ありがとうございます、いっぱいありがとうございました、本当にありがとうございます、もうしびれましたでしょ、マークケインね、ねえ、うん、ソウルとブラースも一緒にお買い求めいただいたみたいです、本当にありがとうございます、もうちょっとね、そう感激の
アンサンブルですね、コーディネートでね。すごい楽しかったんですよね、うんうん、いっぱいブラウス着てくださいね、はい、うん、そう着てくださいね。まあ、そんな感じで、はい、まあ、これ以上何かっていう、いやもうそれだけでいいんじゃないでしょうか。あとなバッグとかさ、ちょっと持ってみてください。なんかね面白いですね。正直コレクションでつけてなかったのが不思議なぐらい。ちょっと着崩してるから綺麗めの、うん、綺麗めっていうか、ハードに、なかなかナイスじゃない？このくらいで、はい、良いと思います。まあスーパーオーソドックスではありますけど、これをスーパーオーソドックスというと、はい、人生間違ってるような気もします。はい。はい、ファッションはこちらこそいい買い物ができました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうとんでもないです。もうね、喜びです。ね、はい、楽しかったです。うん。じゃあ、まあそんな感じで、早速お値段、うんね、はい、お値段いきましょう。こちらのグリーンの色は画面と全く一緒で、やはりニットなので画面のグリーンがちょっと強いですね。若干グリーンがね、少しあの白っぽく見える、うん、そうです、少しね、あの白っぽく見えますね、画面上だと。はい、うん、画面上だとグリーンが強いのよ。あ、画面上だとグリーンの方が強い、うん、リアルが少しこう、もう少しこのグリーンを薄くした感じ。あ、薄くっていうか、綺麗なグリーンなんですけど、この編み込みの部分っていうか、織りの部分で、うん、なんて言うんだろう、ナチュラルなグリーンですね。そういう感じで、芝生のグリーンみたいなさ、青々とした。ああ、芝生なグリーン、うん、これね、みゆきさんかっこいいっすよ。あの河川によくあるすごい強いグリーンとかではないですね、うん、ではないですね。優しい感じの、でも綺麗なグリーンですね。発色は綺麗です、うん、ただそうですね、ああ、そうか、あと携帯の色で写りが違いますね。シンコの携帯の画面綺麗だから少しグリーンが強くて、私の携帯のグリーンだと一緒か。もう、うん、まあ、ほぼほぼほぼ 90% 一緒で、少し織りの部分、ニットな部分、ニットっていうか特殊カットソーみたいなニットですけれども、あのうっすらとした感じです。はい、なんか伝わってるか微妙なあれ、うん、いや、もう画面越しにさ、綺麗さ、まあほぼほぼ、うん、あるから、見えてるから。で、このプリントした感じじゃなくて、上にこう、あ、なんて言うんだろう、まあ、ボアだ、刺繍みたいな感じで、うん、浮き上がり5ミリぐらい全部、文字っていうか、このなんだろう、ね、うん、いろいろが浮き上がってます。からが、ね、はい、アプリケ風の感じっていうんではないんですが、ですね、うん、打ち出した感じじゃないんだよね。編み上げてる、編み上げてますね、はい、叩いてるわけじゃなさそうです、そうです。だからなんて言うんだろう、逆に言うと、まあ、ちょっとレース編み風、レース編みじゃないな、これなんて言うんだろう、ちょっとそんな感じです。全体でこの、うん、感じ作ってグリーンのところだけ刈り込んだみたいな感じ、うんうん、そうそう、まあそうじゃないよね、まあ作りは違ったんですけど、はい、うんうん、そんな感じです、はいはい、なんか長くなっちゃう、はい、そうです。お色で言うと、まあ大体画面通り、はい、ほぼほぼ、はい、そうですね。ただ濃ゆい感じではないです、うんうん、そう、優しいんだよね、やっぱりこう優しい、うん、あのちゃんとウールの色の染色された感じ、そうそう、そう、まあいや、はい、スポンジ風の感じの柔らかさ、うん、なんかだんだん分かんなくなってきて、うん、ね、はい、やめましょう、はいはい、いやいや、はい、綺麗だなこれ。こちらの、はい、ボアとデニムの使いになっている、はい、ジャケット、はい、こちらが、はい、32,780円が22,960円、はい、22,000円安くなりました。おお、いいですね、はい。で、
うん、こちらのキーラベントのワンピース、はい、これはね、これはいいですよ、うん、いや、いまだに不思議、なんで展示会でオーダーしてなかったんだろうねえ、うん、良い感じです。良い、こちらが使える 41,800円、うん、ワンピースなんだけども、本当にこうトレーナーとか普通のロングニットを着てるぐらいの感じで着ていただけて、うん、ニットではないので、おそらくこれカットソーなんだわ、うん、扱いやすい、本当にこう生地物のように着ていただける。そうですね、もう本当に気兼ねなく着ていただける、はいはい、そうですね、5ミリ1センチもへたらないですね、これは、うん、あ、うんうん、うん、41,800円が、はい、まだ札をつけてなかったので、うん、先ほどティーラベントが持ってきてくれましたね、29,260円、わお、29,260円、普通のセーター1枚の値段より値段ぐらいか、うん、そうですね、セーターぐらい、はい、うん、だってあれよ、はい、セミクチュールのニットより全然安いってすごいよね。また良さが違うけどね。まあ全然ね、はい、それぞれです。でもこれはぜひお試しください。うん、おすすめです。はい、これ1点限りです。1点のみです。はい。こちらのみです。展示会オーダーしてなかったので、シマークには入ってなかったです。自由が丘店限定ってやつですね。あ、出た出た。得意な。出た出た。出た出た。最近なんか、囲い込みしてんな。あ、そう、アピートかな。アピートね。自由が丘店限定。限定です。しかも自由が丘店限定のオールマイティ進行。そうですか。そっちです。ですか、はい。限定進行。はい。はーい。限定限定。お、また今日も。なんだか、はい、新旧、うん、なんかいい感じに。今日も面白い切り口で、まとまるかなって、うん、そう、まずはこの中身、うんうん、なんかいろいろ着てると思ったらのいい感じに仕上がってます、うん、ですよね、なんかね、はい、この色がすごい綺麗なので、ね、うん、これをすごい使いたいかなと思って、うん、これはもう、うん、あのずっと、うん、ね、なぜかね、うん、まだあります。そうなんです、ブランベイさんの、はい、大きなポッケのベスト、うん、フードのベスト、うんうんね、うん、ちょっとストール取って見てもらっていいですか。うん、これで、はい、この感じだけでもおしゃれ、えぐい。あ、本当ですか、うん、なんかノーマルで、ノーマルじゃないわちょっとノーマルで寂しいかなって。で、この中身の、ね、寂しくないわ一緒だった、うん、これがここに、はい、あの何でしたっけ、ポールチェーン、うん、ボールチェーンがついた分の、はい、ブランベールさんの、はい、すごい着やすい、うん、ね、気持ちいいカットソーランティー、はい、で、これはいつもの迷彩の感じなんですけど、はいはい、なんか迷彩がこう、うん、攻めて見えないっていうかな、うん、ね、なんかいい、ナチュラルにスッと流れます、うん、でもなんかおしゃれ、あれ、そう、あれ、あ、なんこれ迷彩みたいなね、そう、そうなんです、うん、でもなんかつまんないっていうか、うんうん、なので、うん、このすごいブルーが綺麗で、はいはい、お襟のこのフードの裏が白かったので、はいはいはい、それを使ってみると、そう、なんとなくさっきふと思ってこれをかけたらすごいなんか、うん、おしゃれ ね、 ね、色目とか、うん、なんかすごいいい感じかな、うん、なんて思いつつ、はい、つつよね、それじゃあ寒かっちゃ、あ、寒かっちゃもそうだし、うん、ちょっとなんかそして、ね、あ、あ、う、う、あ、うね、そうそう、まず頭を暖かくするね寒かったんよね、そう、なんかこれでちょっと、はい、ね、うん、決めてみました、うん、よきよき、そして、はい、寒かっちゃ、うん、寒かったんよ、で、寒かっちゃは進行ではどうなるの、そうなんですよ、これがね、おー、そっちへ来たか、あっちゃ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 ー、ティーラベント、それもあれだ、1枚持ってきていただく、そうですね、限定、うん、そうなんですか、限定はい、もう
もうね、あの目白では売れてて。あ、そうなんですね。はい、全然この黒があるのは知らなかったんですが、持ってきてもらった。あ、ね、妖怪を。すごくかっこいいんですよね。かっけえ、かっけえ。なんかもう、じゃあ皆さんに割とご存知だったんですか。いや、あんまりやってない。知れないんですが、うん、お袖がこの、そうですね。お袖がこの、はい、サテンのね、うん、ボンディング入れて、でちょっとクシュってやってますね、ここのところでね。そう、そうなんですよ、この感じがね、はい、すごいかっこいい、はい、テカテカって、うん、ギャザーで伊勢コンで少しドレープ感をお袖に作ってる。かっこいいね。かっこいいですよね、うん、いやー、もしかしたらあなたミラネーゼ進行。ミラネーゼただいま戻りました。うん、あら、やっぱり違うわね。かっこいいですよね。いや、かっこいい、いや、かっこいい。いや、てか、本当ミラノの人みたいよ。日本人に見えない、やっぱり。よくつかな、よいしょ。はい。でも本当にね、色合わせとかすごい綺麗ですよね。綺麗綺麗、うん、そのまんまにも。何気ない、迷彩もさりげなく、うん、なんかね、履いて。えらいかっこいいよ。ね、着ていただけるかなって。うん、はい。感じで。うん、新子は自由が丘のみのスーパーコーディをやっております。はい、ね、こってこてですけど、皆さん、いや、でもかっこいい、うん、さらっとやってほしい。さらっとですよね、うん、ベスト、こちらのブランベールのベストの方が39,600円が27,700円。はい、39,600円が27,700円で、この中のハイネック T シャツが28,600円が2万円。わお、2万円です、はい、で、この綺麗な綺麗なメインシルクの、うん、はい、ストールの方が29,700円ですね、はい、春夏バージョンのマークケインですね、すごい綺麗なんですよね、はい、色がね、はい、取れたてホットなストールです。で、こちらのティーラベントさんのコートの方が85,800円が、が6万円。わお、わお、これからいいですね。そう、そうなんですよ。スプリングコートを着るんだったら、これをスプリングコートにもしちゃおうっていう感じだね、うん、ですね。本当になんかこうやってちょっと色させていただけるとね、うん、はい、これ背裏でしたっけ、裏地、ごめんなさい。あ、背裏ですね。うん、ですね。余計この寒さもひっくるめて、そう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 、ね、冬から春対応、5月までこれだったら着れます。着ていただけますよね、はい、本当に、はい。あ、これよかよ。かっこいいです。なんか重苦しくないじゃないですか、うん、黒でもね。そう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 。すごい、すごい。着ていただけると思います。ね、お袖のその配、ね、配色の部分がサテンになってるのでね、ちょっとだけエレガント感と。そうですよね、はい、ティーラベントの独特のかっこよさ感はそのまんま生かされてます。ティーラベントさん、かっこかわいいんですよ ね。そうそうそう、大好き、うん、またね、本当にフォッシーの作りと全然違うから。違いますよね、もう本当に違いますよね、はいはいはい、ということで、はい、よかですか、はい、はい、すごいいいです、はい、ありがとうございます。はい、準備まだできてないんでしょうか、小鳥さん。今日もさっきまでお客様いらっしゃったから準備が足りなかったね。この言い方腹立つね。いえ、大丈夫です。ああ、そう、バッチリできてますか。バッチリできた上で対応、はい、はい、春ですね。本当だ、春じゃん。はい、春です、春ですね。はい、マネキンが履くとちょっとこのパンツが短く見えますね、うん、はい、春が来たさんです、はい、はい、かわいい、春が来たよさん、そう、春が来たっちゃっこちら、はい、このプリントの、はい、テロテロの、まあテロテロって言ってもそんな、うん、程よいね、程よいテロ、はい、しっかりと、うん、まあ、厚みっていうか、なんて言うんでしょうね、うん、編み地がね、サラサラっとしてるんですよね、テロテロじゃなくて、そうな、うん、ほんと程よく、はい、形を保ちつつテロテロ、そうです、そうです、ちょっと綾織りになってて、サラサラしてます、
ふわふわとか、うん、テロテロじゃないです。シャラシャラ。シャラシャラって感じ、はい。この表現は割と言えてみようだと思います。あのオイル違いがこれなんですけれども、はい、程よい厚さね。程よい厚さで、あの、はい、生地感が、うん、多分これで見てもらえるかと思うんですけど、こういった感じで、はい、サラサラですね。になってて揺れ感が、あのなんていうんでしょう、形が崩れない感じのテロテロが、はい、なってます。はい、はい、そうです。はい。まあこの感じ、上はもう本当 T シャツくらいでいいと思うんですけど。ちょっとさすがに春すぎるかなと思って。当たり前です ね、 当たり前です。デニムのシャツをブラウスの感じで着てみました、うん、脳みそ飛んじゃったって感じみたいなね、なっちゃうんで、はい、まあ、全部閉じた感じで、うん、いいのかなと思いますけど、うん、はい、今は、こちら白とこの ブリーチっていうか、あの、まあ、大した感じの、これは 何色って呼んでる、一応ブリーチで呼んでます、ね、ブリーチね、はい、ブリーチの、イスコデニム白と2色で、はい、2サイズかな、2サイズね、用意できてます。あれ3色3色ですよ、3色か、うん、失礼、はい、3色、ホワイトデニムのタイプと、はい、このちょっと洗いのかかった風のタイプと、はい、あともうちょっとインディゴブルーブリーチですね、はい、そうだ、本当だ、うん、はい、3色です、うん、で38、40の2サイズ、はい、はい、特にね40は希少価値があって、去年も秋一気になくなって、ね、うん、ずっと待ってた感じですね、そうですね、はい、出来上がり、いよいよ来た、はい、みたいな、はい、何人かのお客様もそういう感じで半年待たせたんですが、あの40少しこうストレッチが強いので、はい、このデニムは、あ、そうですね、はい、いつものね、はい、若干こうシェイプしているので40がやっぱりいいわっていう方も多々いらっしゃいます、はい、なので特に40の方、今のうちでしたらサイズがバッチリありますので、はい、お早めにって感じです、もっとお早めにですね、はい、この辺は、はい、形が綺麗です、はい、で、で、ちょっといろいろ考えると、このうん、カルカルシャカシャカ、シャカシャカ、うんうん、で光沢の色味がなんだか絶妙な、うんうん、このダウン、うん、マイクロフィルムのね、生地ですね、薄いんです、ね、フィルムを薄くした感じのですね、はい、でこれ本当あったかいんですよ、うん、めっちゃ軽くてね、本当にこれこそダウンもしっかり入ってて、このマイクロフィルムの生地がもう極細繊維、うん、超細繊維っていうか、なんかね、うん、軽いです、紙のように軽いです、そうね、ペーパースキンみたいな、ね、あ、ペーパーもうマイクロフィルムね、フィルム状の薄さです、うん、ですね、はい、結局そこへ戻ります、なんかこのデニムのシャツより軽いかも、うん、全然、うん、でこの感じで今は、うん、その上着はダウンは1色だけ、これ1色だけですね、あ、そうですか、はい、あとネイビーがあったんですけど、うん、目白は黒もネイビーももう全部、あれこれ3色もありましたっけ、はい、3色だった、このカーキのはい、はい、オイルになります、うん、なんか首元もちょっと変わってて、うん、ささってね、軽く使うには最適ですね、ほんと、あ、出かけなきゃみたいな時に使っていただきやすい、うん、はい、もう襟があるんですけど、うん、あのそこにフードがくっついて生えてる感じで、うん、なんて言ったらいいんだろう、うん、このスタンドの襟、まあ、襟のあるフードっていう感じです、うん、それこの襟がまたダウン入ってて、この肉厚具合が、うん、しっかり、ね、首回りそう綺麗なんです、こんな感じですね、ボリュームがねよくできてます、ね、これで
バッチリかなと思うんですけど、なんか寒そう。寒そう。違う違う、足元とか全体のね、あったかいんですけど、ね、はい、実は、はい、ちょっともうなんかしてるんですか、余計寒そうにしちゃう、余計寒そうにしちゃって、そのプールのコートが、うん、あ、そっちかも、うんうんうん、あ、これも今日入ったんだよね、これ今日この辺全部ね、もう1点限りですって持ってきていただいて、はい、20点ぐらい1点限りをね持ってきてもらってですね、そのうち13点ぐらい、10点ぐらい、10点くらいかな、うん、10点くらい、はい、入れてもらったという感じです。あのウール100の素毛の、はい、工作感の綺麗なコートです、ね、綺麗なコートです。これもね、スプリングコートに使ってください、皆さん。いや、ほんとほんと。裏は、これも背裏？総裏？これは、あ、何も、あれですね、まま、はいはい、裏なし、裏なしでこれだけ見事にトリミングが綺麗です、はい、むしろスプリングコートで使ってください。いや、ほんとスプリングコートで使っていただきたいですね、うんうん、で極上の素毛のウール、うん、なんかもうこれリバーシブルって言っても全然大丈夫な、さすがに着ないですけど見返しとかあるからね、はい、うん、ただ本当仕立てが綺麗ですね、ティーラベットは。あとこれ素材ウール 100? ウール100です、極上ですよ、これ極上のウール素毛、はい、光沢感が本当に綺麗です、シャリーンとしてます、まずシワにならないですね、これシャリーンとしてます、生地にコシがあります、ね、細番手で目がつんでます、これで合わせてみようかな、はい、それに後ろのこの深いスリットがまたかっこいいんですよね、うん、かっけっす、かっけっす。それでさ、あの先ほど来うちでずっとやってるスキニーなスリムなパンツとか、はい、スリムなデニム、まあ、これ今ワイドで合わせてるけど、うん、そうですね、下をバチバチに細く裏のデザインで着たいわねえ、なんか約1名そういう方いらっしゃるかなと思ったんですけどまいったいや綺麗です、これバツバツで、うん、合わせてパッて羽織ってほしいね、バツバツのタイプの感じで、うん、これはこれでもうなんか日常的に気楽な感じ、うん、ですね、うん、ちょっとこういう着方はマネキンよりは人が着た方がかっこいいと思うんですけど、うんうん、そうそう、もうこれが基本日常のコーディネートかなですね、うん、もうバツバツのスリムで合わせてもらってパッて羽織るのがちょっといっちゃってる感じのかっこよさですはい、そう、このコートは綺麗ね、ほんと綺麗です、めっちゃ綺麗、めっちゃくちゃ綺麗ですね、はい、もう本当ノーカラーの V ですね、ですね、はい、襟なしのV の場合がかっこいい、ね、うん、綺麗ね、深 V、 はい、やっぱティーラかっこいい ね、 この辺も、うん、オーダーしてなかったんだけど、秋冬のイメージだとちょっとこう襟元の切り方とか、これ1枚で作ってあるから時期が短いかなとかいうのもあったんだけど、うん、冬物のやっぱりウール系に負けちゃうみたいな感じがあって、ね、あ、まあね、ちょっと肉厚なウールの感じとかには、うん、って思うんですけど、もうこれ今からを考えるとスーパーエキセントリックね、合ってるかどうか分かんないけど英語の表現がエキセントリックそう、もうスーパーキュート、かっこいい、かっこいいですね、うん、いや、かっこいいわ語彙力がなくなってくるね、そう、いや、もうさ、究極はね、それよ、うわ、綺麗、うわ、かっけー、もう他に言葉は必要ない、ね、はい、ないです、そんなコートですね、うん、綺麗、いや、本当もうね、これね、生地が綺麗、仕立ては当然綺麗、うん、形がやっぱりシンプルで究極大胆、うん、かっこいいっす、そんなコートですね、はい、しかもこれ1点なのに、1点なのにウール100、素毛のウール100です、うん、イタリー製生地です、はい、めっちゃ光沢すらもあります、感が非常に高いぞみたいなね、軽蔵みたいな、うん、もうなんかあとこのポケットのなんか深さぐらいもなんかいいんですよね、うん、この手のひらすっぽり収まる、うん、この大きさ具合と、いや、普遍的なかっこよさですね、ですね、この辺は王道ですね、はい、うん、ではお値段いきたいと思います、これは喜びの値段になるのかな、う
そうでもないかな、高そう。もともとがね、うん、こちらウール100ウールン素毛ですね、はい、こちらが104,500円。はい、もう見ただけでこれね、いつもの下世話な表現、高そう、高そうに見えるね。もう見ただけで光沢感といいね、もうこの生地面がね、ウールなのにサテンのように光ってますよ。いや、ほんとほんと。で、何より仕立てやっぱ綺麗ですしね。うん、そう、104,500円、はい、がそう、がが言いたいみたいな。そうそうそう。73,150円。はい、73,150円。これはね、いいわ。いいですよ。うん、スプリングコートもいろいろ出てきますけど、むしろこういうのスプリングコートで使うと究極かっこいいね。まあ使い分けしてったらね、うん、そうですね、うん、いやかっこいい。あとちょっとこう冠婚葬祭にもこの光沢感だったら全然使えそうね。あ、冠婚葬祭って言い方は変だけど、うん、ちょっとしたイベントごとに、そうそう、お外で何かね、ちょっとそういうのがあるとかいう場面もあるじゃない、うん、とかは、はい、いいかと思います、はい、で、いや、綺麗だ。こちらの、はい、もうカルカルダウン、はい、カルカルダウンこちらが、うん、39,600円、はい、が27,720円になります、はい、27,720円。これ本当にいいです。あったかいですし、形綺麗ですし、うん、あとこの光沢感あるんですけど、はい、なんかこの色合い微妙にありそうでないんですよね、うんうん、綺麗です。新興、うん、のこのコーディネートにもそれ貼ってもらってもいいんじゃない。あ、この感じ、うんうん、あとでね、普通になるじゃない普通になるそう、じゃあ前は何なんだみたいな異常が普通になる、異常なかっこよさが普通のかっこよさになる。で、このイスコデニムのシャツジャケット、はい、こちらが28,380円です、はいはい、特にあの40サイズをお探しであったり、はい、あ、これの40が欲しかったわっていう方、今ですですね、はい。で、こちらの、まあ、ワイドパンツ、はい、こちら2色ですね、はい、16,280円になります、はいはい、後ろがゴムになってて履きやすく、はい、前はすっきりとしたデザインになりますね、はいはい、こんな感じで、うん、2色というか2柄ですね、まあ、まあそうですね、はい、2柄、柄違いですね、はいはい、そんな感じで、はい、ありがとうございます。あともうだいぶ少なくなったけど、はい、そのローファー、うん、まあ皆さんよくご覧になってるかな。まあでもまたね、ブーツはいろいろしてきてるんですけど、うん、このローファーの感じ、うん、またとても使っていただきそうなんで、うん、エナメルのちょっとタッセルみたいな感じになった、ね、うん、そうですそうです。これ牛革ですね、はい、のローファーになります。意外と底のソールの感じとかしっかり入ってて、うん、これ使っていただけますね、はい、結構ね。あと、うん、クッションが何でしょう、履くと軽いみたいで、すごく嬉しい、うん、こちらが31,900円になります。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ進行、またミラノから来てもらいましたね、うん、ブーンブーン、普通で、はい、普通じゃねえわでもなんかこれはなんだろう、綺麗ね、うん、ね、このね T シャツの襟焼きがすごい縦に、ね、うん、縦にね、そう、U、 U 焼き、うん、日本のものだとなかなか心が開かないんですよね。10センチやっぱり下の下がりが大きいですね。そう、うん、それがすごい素敵なのと、うん、何気ないけど、このもうなんかこのいつもの安いカットソー、うん、カットソーなんですけど、うん、安いカットソーじゃないよ、高い高い、はい、テレコね、うん、はい、そう、すごい着やすい、はいはい、ですね、はい、
これは最高に綺麗綺麗、ね、で、うん、このパンツであえてちょっとこれなんか、うん、玉虫が買った、はい、そうですね、うん、パンツがまた素敵かな、はい、それどこの、これはレスピーズ、いいですね、この間の時に撮ってきた、うん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 、あ、いいいい、ね、なんかこれも、はい、良きです、でスニーカーで、はい、している感じがもっと綺麗かな、うん、って思ってたんですけど、これじゃあなんかね、はい、寒いかなとか、うん、寒いっす、寒いです、寒いわ今、はい、ので、あれ、はい、あれ、あれ、お、ね、そっちか、あ、それもさっきティーラベント、さっきティーラベントさんが持ってきていただいた、うん、そうなんですけど、はい、もう全然この辺はオーダーしてなかったやつです、そう、で、これに、はい、おそらくもうサンプルだね、この辺ね、かな、うん、そうですよね、うん、なんか無理でいっちゃえ、はい、こうそのタフってした感じでね、そう、そうなんですね、うん、あー、ベージュとね、うん、なんか黒と、うん、着丈と裾のこのボレロ風の感じの広がり感を持つ、そうなんです、このこれですよね、段差、はい、がいいですね、うん、すいません、先ほどのローファーのサイズを教えてくださいって、これサイズはもうこれだけ、サイズ2サイズくらいなかったでしたっけ、うん、もうね、ほとんどなくなった、36と38だけなの、多分今のやつが 36? あ、この間なくなった、うん、あ、もう1足だけか、あれもうなかったでしたっけ、うん、これはよく動いてるよね、そう、すごく可愛いんですよ、うん、とりあえず今お見せしたのは36です、はい、今ここにあるのがもう36で最後になってます、うん、思います、ないんじゃない、あるかな、あとどっちか目白にですよね、これはねよく動いてて、もうほとんどすごい可愛いんです、そう、可愛いんです、あと35があります、35か、うん、35と36ですね、今こちらにあるの、みゆきさんはサイズいくつ、みゆきさん、みゆきさん36、23半か、だいたいそのくらいだ、うん、23半って言うといくつになるんだ、36、7ぐらい、6か7、うん、5だと小さい、うん、5だとちっこいですね、あ、36を目白にお願いできますかって、36でいいみたい、あ、36、うん、はい、承知いたしました、あ、いいですよ、これ本当に可愛いし、ね、履きやすいし、履き込みがね、いいのね、うん、そう、うん、で今日はなんかタイミングが誤んな、うん、で、なんかで、はい、なんかこれもすごいなんかいい、ちょっといいかな、うん、いい、本当に雰囲気ね、いいですよね、うん、なんか後ろ姿のこのデッフリ具合もすごい、うんうん、そう、着方の雰囲気がね合ってんだもんね、キャラにね、デザインがね、ね、なんかね、可愛い、うん、そうそう、すごい派手派手なんですけど、うんうん、ちょっとお袖も広げてもらっていい、あ、手を、あー、こんなに、うんうん、はい、ちょいちょい、うん、妖怪よ、これ、うん、あー、そういうことよね、うん、これも面白かよね、そう、これね、それでこの、ここがこんなコッケなんですよね、うん、バルシンコ、かっこいい悪ですよね、悪ですよね、悪じゃないんですよ、いや、悪よ、最近悪園ちゃんが出番が減ってきてるから悪はもう独り占め、悪は人、天使の悪、はいはい、自由が丘の悪野郎ですよ、天使の悪ですね、はい、あ、さっきこれの、うん、いい感じ、このトキタフカ、ね、なんかよく似合ってる、ね、そう、大好きなの、この感じ、そうそう、ね、うん、本当に全部このタフタフ感がよく合ってる、ね、なんかね、はい、すごい好きなんで、はい、レザージャケットですが、レザーではないんです、合皮なんですよ、うん、デザインが面白いですね、そう、お袖にもね、このループ、うん、そう、見てください、はい、はい、ループでね、ベルトを巻き込んでる感じで、うん、長いんですよ、はい、これ実は、はい、すごい長いベルトがついてるんですけど、はい、なんとなくここでね、キュッとね、リボン風にね、うん、そう、リボン風にしてるかな、はい、そうで、大きなポケがついてるんですよ、うん、はい、そうですね、面白いです ね、なんかすごいです、可愛いんですよ、うん、うん、
面白いやんちゃなやつみたいな、うんうん、でそれ色違い、あそうですね、うん、このパンツの色違いがこのタイプ折り、ね、うん、このタフタフがよう似合うことね、可愛いですよね、うん、これそろそろ時期がやってきた、はいはい、自由が丘オンリーパンツです、うん、あ出たまた自由が丘、そしてさっきのあれこれですよね、はい、そうそう、よかった、普通になります、普通、はい、先ほどのこれあの、はい、言っちゃってますけどね、このタッタ感が面白いんだけど普通で着たい方、そう、あのね、これさっきの日もあのこれなんて言うんでしたっけ、ダウン、うんうん、これなんとかシュートっていうのが入ってて、うん、寒いところに行くと膨れるようになってるんですよ、へえ、そうなんだ、見てもいなかったらしい、実験済みなんです、割とお外行ったらね、うんうん、そう、すごく膨らんで、あ、そうなの、膨らんで、うん、あったかいとちょっと絞るみたい、これもよく似合うやん、悪、うん、悪いよ、悪いよ、あの渋谷の悪い、違う違う、なことない、なことない筋金入りよ、なんかもう、あ、でもいいじゃない、ね、いいね、うん、いいね、よく似合って、なんかこの後ろ姿もただの後ろ姿はただの普通、でも横から前になるとえぐいですよ、ここはね、やっぱりね、そう、うん、ああいいな、そのちょっとやっぱり腰が落ちる感じがね、シンコだわ、ね、な、何これは、そうそうそう、ふにゃふにゃってさ、自然にポーズ作ってるのか、すごいもんだわ、面白い、うん、で、はい、はい、本当にね、これ面白いんですよ、シートが入ってて、うん、あ、そうなんだ、はい、こんなシートが、はあ、なんかそれ、これがダウンに、はあ、こういうシートが入っていまして、うんうん、で寒くなるとこの中にパイプみたいな細いのが、うんうん、繊維が入ってて、はいはい、それが膨らむんですって、でこれがふわかって、初めて知った、そうなのにこの値段なんですよ、うん、これ、うん、あ、そうなのね、そうそうそう、あ、それで入ってたんだ、説明書読んでなかった、そうなんですよ、この、うん、そう、これなんです、はい、これがふわかってなるみたいで、すごいです、すごいんですよ、はい、っていうことで、はい、冷たいとこ行くとこれがパーンって膨らむらしいです、そう、ということですよね、はい、さらに良きですね、すごいですね、なんとかみたいな、あ、本当だ、書いてあるわ、俺全然見てなかった、ここにパイプが島の生地の官房長素材、ね、うん、すごい、ということで、はい、お値段の方のベンチですが、はい、さ、どれだ、この T シャツの方が、ね、はい、38,500円、はい、38,500円、春夏バージョン、はい、マークケイン第1弾の新作ですね、はい、でこちらのパーツの方が 17,380円が、がこれは、はい、それも割引、はい、おすすめですね、これからなのに、が12,166円、はい、12,166円、はい、でストールの方が36,300円、綺麗ね、でもね、編み地糸が全然違うのに、ね、同じ色が乗っかってます ね、 なかなかね、難しいですけど ね、 これで、先ほどの合皮のジャケットの方が、うん、はい、36,300円が、そんな安いの、ガガガガのガです、あら安いっす、安っ、元36,300円ですね、うん、うん、25,410円ですね、買い得ですね、25,410円、やば、やばいでしょ、元が結構びっくりした、うん、今私欲しいみたいな、やばいらしいですよ、ね、皆さん急いでください、はい、新谷さんに取られる、そうそうそう、新国買う前になんだそりゃ、あとでバトルになってたりしてねなんで私が買う前になんですよそりゃそうだよ、見ていただいてる人が先だよってことね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、あらららららら、なんとなく見た感じの、スーパーデザインキキキキパンツと、キキキキ、はい、もう完全なジョッパーズですね、ですね、はい、ジョッパーズで、スーパージョッパーで、それを、はい、
春の仕様にしたいと、うん、いう感じで。なるほど、合わせてみました、うんうん、どちらにしてもかっこいいね。ジョッパー、ジョッキースタイル ね、この感じね、ボトムの作りが非常にかっこいい、はい、ここ本当の、はい、そうですね。おい、パンツに、はい、こちらは春のね、うん、何でしょうね、トレーナーほど厚くないんですけど、うん、お袖が割れてるやつね、前の。お袖がここがね、パカッと割れてるんですけど、はい、うんうん、ちょっとめくってみて、お袖めくってみて、その袖が、ここね、うんうん、そう、こういう、うん、そういう感じになりますっていう。そう、普段はこれで、おいおい、ちょっとこんな感じで、はい。ちょっと足元はがっつり豪華な感じですけど、うんうん、はい、ちょっとこういう、はい、首元とかこういうお袖の部分から春を取り込んでくるみたいな、はい、春の風、うんうん、まだいらないまだいらない、うん、まだ寒い、まあイメージ、はい、でもね、もうこの感じの着方でも全然平気ね。でも中にまだ肌着とかね。あ、まだね、さすがに素肌はね、うんうん、あとは、うん、あのベビーアルパカのね、タートルとか、う、ね、はい、うん、薄手のやつを着てもらえれば寒さ防止にはバッチリかなと思います、うん、思います。はい、で、まあさすがに、うん、寒いので、うん、コート、はい、襟の立ち具合がいいですねって。あ、ね、この綺麗よね、綺麗ですよね、うん、本当にいろんなね、メーカーさんによって衣装イメージ、デザインの衣装イメージってあるんだけれど、はい、やっぱりこう感覚的に合う合わないってあるじゃん。あ、そうです、ね、うん、ここのはもう普通にうまいよねなんかいい感じにするよって言ってくれる、はい、はい、お、それに豪華に、豪華にマレーラときましたか。なるほど、コートを、はい、羊毛100のハンドステッチの、はい、はい、もうまさにマックスマーラーの極みって感じですね。それがマレーラだとお手頃になる。そうですね、はい、で、合わせてみました、うん、中がニットだと本当冬なスタイルなんですけれども、うんうん、ちょっと1枚変わるだけで全然、はいはい、今着るあったかい感じなんだけれども、うん、なんか次のシーズンに進んでるぞみたいな、うんうん、いやいや、今はもう断然このぐらいでいい。まだ寒いぐらいだよ、なんか、ね、まだ寒いくらいですけど、うん、まあ、先ほど言ったようにこれの中にね、はい、ちょっといいなとか、はい、着ていただく感じのイメージで、はい、もう皆さんご存知だと思いますが、マレーラはマックスマラーのもともとはセカンドバージョンというか、あの妹ブランドとしてスタートしてますね、はい、なので扱ってる素材とかそういうのは全部共通ですですね、はい、それならさっきのティーラのコートが合うんじゃないって。ああ、ティーラのコート、うん、どれだ。さっきのだから V のやつです。そっちか、さっきのってもっと前、シンコが着たやつ、お袖のタイプの方、うん、それじゃないでしょ。あれ、どっちだ、ね、どれもいいよ。これもいいな。これもバッチリだね。この場合だと今ブラウンのブーツだからやっぱり黒のブーツにしちゃえばですね。これをブーツをね、うん、はい、ブーツだけ黒にして、うん、
うん、かっこいい。あ、かっこいいですね。良、うん、き。それそれです。うん。ちなみにこれがありますので。うん、うん、そっちも着ちゃってみて。どうかな、お色違い。うん。うん、それも綺麗だね。こっちはこっちでね、うんうん、また雰囲気が、うん、あ、いいんじゃないですか、うん、よいしょ。なんか全然雰囲気変わりますね、うん、ここ、うん、それぞれにね、うん、楽しさが変わりますですね、うん、で、このトップスが、はい、お色違いが、はい、よいしょ。意外と自由が丘で紹介したことなかったなっていう、うん、どれ、あ、このトップス、ああ、まだだって出してないもん。あ、目白の方で言っちゃいます、ね、最初にライブでご紹介してたかなって。 あ、そうかそうか、売り場には出てない、はい、まだ。あ、売り場には出てないですね、うんうん、そう、グリーンに、はい、まあ、アイボリー、ベージュ、はいはい、のロゴと、はい、それ黒に、これはネイビーですね、ネイビーのロゴ。あ、本当だ、うん、まあ、黒でも紺でもどっちでも合わせばいいですね。で、こっちがネイビー、はい、うん、ネイビーに、これは白かな、うんうん、その感じ綺麗じゃない、ほら、ね、うん、はい、で、背中が拝みタックになってて、はい、まあ大分量、はい、で、ポケットもついてますね。で、裾がドロストで絞れるようになってますね。うん、なんかすごい使っていただきやすい、うん、なんて言うんでしょうね、パイルでも裏上げでもね、パイルか、裏がパイルの感じになってる、はい、まあトップスですね、うん、白だとまだ寒々しい、やっぱりね、今はネイビーがいいよ。ネイビーくらいですか、うんうん、その感じだともう着れる。あ、もう今はいはい。グリーンでちょっと気合が入ってる感じで、白ではまだ早い。あ、白だとね、うん、もうちょっと爽やかさが入ってくる、うんうん、さっぱりみたいな、はい、そんな感じですね。はい、そんな感じです。こちらの一応お値段もう一度言っておきますね。ティーラベントのコートが85,800円、はい、が、6万円、はい、で、最初着せたあの、まあ、レーラのコート、レーラのコートが、うん、4100のハンドステッチですね、はい、はい、もう一回、こちらのコートが157,300円が、が、はい、11,110円になります、はい、11,110円、いい値段ですけど、この生地の厚みといい、うん、柔らかさといい、最高級なコートの1枚、ね、1着だと思いますですね、はい、この色具合がすごい綺麗なんですよね、うん、このデザインはよく売れたんだよですね、うん、この色だけが丘に来てるから、サンプルだからね、はい、で、こちらのパーカー、はい、はい、春物、はい、こっちは春のパーカーですね、うん、こちら3色で、12,800円になります、はい、12,800円、あ、じゃないわ、ごめんなさい、プラス税だわ。言いなさい、プラス税。失礼しました、14,080円です。はい、14,080円、数字が高くなる感じって嫌ですよ、うんうん、最初からちゃんと読んでください。そのマレーラは極上ですねって、うん、もう買っていただいてるから ね、お分かりですよね、うん、スーパー極上です、ですで、こちらの英国運動のパンツ、はい、こちらが49,500円が34,650円になります、はい、これ残したかって感じだよね、かっこいいんですけどね、スーパーお気に入りの一本なんですけど、パッション、うん、
僕も大好き、はい、ただまたこういう感じで、うん、ちょっと次のシーズン、いやいやもうこの辺はしばらく、うん、このルーズ感、うん、腰のルーズ感遊び感はもうしばらく続くので、ワンピースでもスカートでもこの感じは、はい、あここはい、スーパートレンドになって、ね、はい、スーパートレンドになっていきます、うん、なので追っかけていきたいと思います。この腰の遊び、うん、腰のドレープ感注目、刮目してください。はい、はい、ではそんな感じで、はい、最後新谷さんお願いします、はい、ミラネーザ、ミラネーザ今噛んじゃった、ミラネーザ、うん、ミラネーザあれそのワンピーまだあったの？この間マスモさん買っていただいたやつってどれ？あの柄の方です。 あっちの方か、ベージュのブラウス、はいはい、あっちのこの柄の、はいはい、あそっちですね、うんうん、これいいですよね、うん、これと思ってた、うん、すごい可愛いんです、はい、タイツでスニーカーで、お帽子までなんか雰囲気合わせちゃって、そうちょっとバービーのようなリカちゃんのような、うんうん、なんかさっきの不良がどっか行っちゃったいいですね、宣伝バンカー、うん、女をおしゃを楽しみきってる、はい、そう本当になんかもうね、うん、楽しいでしょう、楽しいんです、毎日本当に、うん、もうなんか考えるほらなんかアメリカンコミック、いやいやいや、もうまさにね、うん、なんかちょっと、うん、いい感じよ、本当に、うん、もうね、はい、ちょっとダサい感じのタイツにスニーカーの雰囲気がね、うんうん、そこがまたすごい好きなんですよ、うん、でも合ってるわ、うん、なんか可愛いこのね、ガーリーな感じではないんだけど、なんかね、ちょっとね、そうそう、はい、そうなんですね、はい、このなんか昔っぽいこの字のね、そう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 、はい、ボストン風の感じのちょっとね、うん、あれですよ、あのマジソンスクエアガーデンのねあれをフラットにしたような感じ全然違うかはい、失礼しました。そう、なんかこの、うん、なんかこうちょっとはいっていう感じで、うん、なんせこのワンピースいいですよね。そう、うん、なんかいいんでね、うん、すごい着やすいし、ええ、もうなんかもう本当にうんいいんです。いいんですよね。もういいんです。なんかでも寒くない？そう、ちょっとね、これね、うん、前もご紹介させていただいてたと、うん、こういう風に入って、ここにマーク・ケインスポーツって入って、ね、流れてるのになんかコニク、ね、これもすごく可愛いんですよね。コニクらしい。本当コニクらしいぐらい。でも、ね、着心地もすごい、なんかもう、別にどういいですよ、ね、みたいな。うん、わかる。もういいの、うん、シワにもなんないしねみたいな感じなんですよね、はい、本当に可愛い感じなんですけど、はい、これで、ねうん、ちょっとなんかもうなんか着ないとね、風邪ひいちゃうよ、進行って、ね、はい、はみんなが心配する、早まるな、寒いぞマークケインで合わせちゃいましょう。あら、そうしたか。完全なバービーになっちゃった。もう合わせちゃいましょうみたいな。アメリカンコミックになっちゃったね。そうですよ、もう。あら、良いじゃない。かわいい。で、それでペペペペペペって。ああ、いいかもいいかも。怖いわ。怖いよ。怖いよ。勘弁してよ。怖いよ。怖いよ。でも可愛い。うん、かわいい。なんかもう本当、うん、キャラクターですよね。そうそうそう。いや、いい感じ。本当キャラクター、うん。バッチコンタ、しかもメガネの感じもひっくるめて。そうそう。帽子も全部。ちょっとね、そうそうそう、ちょっとそれ狙ってね。そう。なんかちょっともう面白いかな。うん、いや、めっちゃ面白い。うん、はい。かわいい、好きって、あ、よきって、ありがとうございます。なんかね、本当に、あ、腹立つ、なんかなんかね、もう、え、そんなキャラかよ、みたいなね。そう、でも、なんか、うん、そう、もう本当にね、面白いですよね、うんうん、さっきの進行、どこ行ったみたいな、うん、あ、違う子が来たみたいなね、違うの、普通はキャラ、なんか、うん、いや、いいな、いっぱい楽しめる、うん、自分で自分のキャラいっぱい引き出して面白い、そうです、すごい楽しいんですよ、だから、ね、
生きてるってこんなにも楽しいのみたいな。そうでもね本当にそうですよね、うん、だから楽しいんですよね、うん、皆さんもそうね、いろんな風に一個に決めないでとかっていつもお伝えするんですけど、ライブのさっきとその前と全然違う子がここにいる。でも本当にね、うん、もったいないじゃないですか、うん、いろんなこと楽しまないとっていつも思って、うんうん、マーク・ケイン同士でバッチリって。そうなんですよ、マーク・ケインの冬で春が来ましたみたいなね、雰囲気だと思うんですよ、色が弾けてるからね、今の時期にちょうどいいかも、うん、そうそうなんです、なんかこれから楽しむぞみたいな、でもちょっと雪降っても可愛いね、全ての小物がワンピをより引き立ててる、新谷さん、さすが、あ、嬉しい、ありがとうございます、流石ですよ。流石、はい、いやでも本当に嬉しいな、はい、なんかね、はい、全部が本当に、うん、どこ合ってる、ね、面白いですよね、アメリカの、さっきのイタリアなんかどっかに行ってアメリカーナ、そう、なんかね、うん、しかもなんかマーク・ケント、クラーク・ケントみたいにね、あ、そう、あの辺のこの感じがね、そうそうそう、ちょっとこう電話ボックス入って出てくるとまた違う、さっきのね、そうそうそう、ミラネーゼになっちゃってちょっと悪いやつになっちゃって、そうそうそう、無理でね、遊びたいかなって思います、あ、はい、本当楽しい、うん、本当に、うん、本当好き、そのね、帽子の感じまでね、うん、ね、なんかね、なんかね、腹立つ、いい感じ、すごいなんかもう楽しくって、そうそうそう、この感じのね、この長さ、肩にかけるんじゃないんですよ、そうそうそう、これそうそうそう、なんか笑えるんだけど、完璧すぎて、奥様は魔女に出てくるような、そうサマンサのね、ルルルルルみたいなのもね、そう、これなんです , 笑っちゃいけない、なんかニューキャラがここにいるわ、そう、大好き、このままのチェーンつけてバッグに、うん、やべえだろそのダウンずっと悩んでますって、あ、本当ですか、うん、これはいいと思います、いいですけどね、うん、すごい素敵です、なんせほらピューテリーコレクションが大変だから、あ、そうですよねでもマーク・ケインだから、そうですよ、マーク・ケインさんなのでもうこれは素敵だと、綺麗ね、うん、思います、うん、裏はそれどうなってます、裏はまたあの感じです、例のね、そう、はい、例の感じで裏来ていただいてます。すごい。深刻。受ける。めっちゃ、めっちゃいい。なんかね、受けるでしょ。私自分でも楽しくって、なんかこのメガネのね、そう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 、雰囲気とね、この前が。そうなんです。いやいや、もうわかるよ。すごい好きなんです。悩んでるうちに春になっちゃう。本当に、あ、本当にそうです。うん、そして、はい、このワンピースの方が62,700円、裏帽子が5,390円、すごくチャーミングで、なんかね、すごいね、なんかそう、なんか、なんかね、なんかね、不器用なね、こう、機関隊っぽい感じとかね、イメージがいっぱいあるの。そして、はい、バッグの方が23,100円、はい、で、ダウンが121,000円が8,400円、はい、8,000円バカ買うでしょ、みんなおつやつ、やばいやばい、ごめんなさい、ご不健様おつやつっていうことですね、びっくりしたわ、買ったってほらやばいっすよ、これ株式の世界だと、もう本当にもう数字一桁ですよね、うん、そう、泣いてもダメ、ちょっとダメダメ、うん、っていうことですね、はいはい、あ、ありがとうございます、なんかこの作り上げたなんか、ね、キャラ ね、 ね、いかそう、子供みたいな足ね、そうそう、幼稚園生みたいでしょ、なんかね、いい感じ、いいキャラ作っちゃった、またこの子になんて名前つけようかな、この子何ですか、うん、何ミラネーゼじゃないよね、なんだろう、うん、宿題に、うん、やっぱりそっちの方ですよ、あのサマンサクイックとかね、あ、そうそうタバサじゃないよね、うん、いいキャラだ、いいキャラだ、すっげえ
ありがとうございます。面白い帽子までなんか全部そうなんかいいでしょ、このなんかこのポションっていう、そうそうこの感じがね、そうそう全てのアイテムがもうトータルな方にね、そうなんです、ね、もうポキンってこれを見た瞬間にこれしかないみたいな、はい、すいません余談になったんですが、はいはい、ありがとうございます。面白すぎるこの雰囲気、はい、いやすごい忙しいね、イタリアとアメリカを行ったり来たり、はい、バービーはそもそもアメリカンコミックか、コミックじゃなくて人形じゃなくて、人形かアメコミだよね、うん、コミックなんですか、うん、あれはそう人形スタートじゃないんですね、うん、あ、お人形スタート、いやでもどうなんだろう、わからない、うん、まあとりあえずはい、はい、ああやっぱりあの帽子が余計キャラをつく、あですね、帽子が可愛かった、あれはね、はいはいはい、はいはい、OK です。それでは皆様今晩もご視聴いただきありがとうございま す,、はい、います。次回は明 明日、はい、やると思います。明日はモッチャンネルですね、ですね、はい、メジロモッコチャンネルか、はい、インスタライブで、はい、夜8時から、はい、よし明日はちょっとパッションさんもグルーヴに参加するかな、そもそもグルーヴナイトだったのに、最近そうそうもうリタイアしちゃってるからね、グルーヴしなきゃ、よしグルーヴしましょう、はい、はい、そんな感じで、その前に10月からグルーヴでお別れしましょう、はい、じゃあグルーヴことは新アンドコトキのグルーヴ、皆さんも一緒にどうぞはい、良い水曜日の夜をお過ごしいただくためにグルーヴしましょうですね、はい、せーのグルーヴ、もう一回グルーヴ短い足よかったです、はい、はい、はい、ありがとうございます待ってましたって感じでもう、ね、こんなな、はい、から飛び出す、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい良きかなでしたですね、はい、ありがとうございます、一応ディスで締めておきます、もう一回、ちょっと、あ、そうです、もう一回ディスは、はい、はい、それでは今晩もご視聴いただきありがとうございました、それではいきます、はい、せーの This is the fashionありがとうございました。ありがとうございます。もう全国ごときの前で。足が短い。いや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 。なんかその作り込んだキャラめっちゃ可愛いわ。では失礼いたします。うん、あのキャラは面白かった。あの